がやりたいとか気になってるとかってありますか？はい、2つあるんですけれども、1つは大きな音が出ないというのは、この前ちょうどコルテの出し方練習したんですけど、この辺りばかりに力が入って、自分でも大きな出てる音が出ないので、大きな音をまず出したい。大きな音、から離れてみましょうか。はい、頭背骨動ける方が楽器演奏には都合がいいです。はい、頭背骨が動けるようになっていると、はい、前に体重が移動すると踏み出したくなる瞬間がありますね。はい、前に行ったり後ろに体重を乗せたり、どっかり後ろに乗せてみましょうか。はい、前に体重を乗せることもできるし、はい、その時に常にバランス調整が行われてます。背骨のちっちゃい骨筋肉で。はい、それ自動調整してくれてるので、それは姿勢調整にはお腹周りの筋肉を働かなくても大丈夫なために働いてくれてます。はい、じゃあ大きい音出したくなったら少しだけ前に踏み出しつつ、体重を前に移動しつつ行ってみましょう。で、このまんま大きな音にしたいときに前に行くために最初は後ろに行きましょうか。楽譜にちょっとお辞儀する感じで近づいてみましょう。はいはいはい、これぐらいまで動いても大丈夫ですね。どうですか？はい、最初の今10分の中で大きな音が出た瞬間があって、はい、はい、そしたらじゃあそのソの音でいいので、はい、クレッシェンドして大きな音にして、できる限り大きいところまでいきます。そしたらディミネンドしてまたピアニッシモに戻ってきます。ピアニッシモから始めてクレッシェンドしきったらディミネンドします。吐くは何でもいいです。息の持つ限りでバランスを。
吐くときにすごくサポートになるんです。骨盤底筋、骨盤底筋に括約筋とかいろいろくっついて漏れないようになってます。そのあたりがすごく働いてくれます。そこもこうすごい今働いてるみたいな感じは得られにくいんですけど、感覚神経があまり通ってないので、でも動かせるんだって思ってると動かそうっていう意図が出てくるので使えるようになってきます。じゃあちょっとそこも動くんだと思いながら、今のフレーズクレッシェンドして続いてみましょうか。最初のパーの音を伸ばしてみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。